今日は鶏の唐揚げ作っていきたいと思います。いろいろ味変して作っております。今日はこのゆかりと昆布茶で味付けをしていきます。まずは鶏もも肉は一口大に切ってお酒を振っておきます。だいたい小さじ1ぐらい、昆布茶も小さじ1強、これでよく揉んで味をつけていきます。小麦粉大さじ1ぐらい入れて全体にまぶしていきます。手が汚れるのでスプーンでと思いましたが、やっぱり全体にやるには手で揉み込むのが一番です。揚げる直前に片栗粉を全体にまぶして、揚げていきます。昆布茶でたまらない美味しさです。ぜひ作ってみてください。最後に青じそを7、8枚を千切りしたものを素揚げして、唐揚げをお皿に盛って上に素揚げした青じそを盛って完成です。青じそを揚げて料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。